いつもお世話になってます池間鉄郎でございます今日は台湾とパラオの話ですいつも疑問に思ってるんですよこれほど日本を大事にしてくださる愛してくださるのに台湾とパラオのことはなかなか教えないそして情報もなかなか届かない台湾に関してはあの東日本大震災 2億5,000万ぐらいの募金をしてくれたそれで日本人たちもうわあ台湾はありがたいな台湾のことを勉強しよう台湾は日本が好きなんだっていうのをだんだん分かり始めてきたけどパラオは全く分かりませんパラオどこにあるの海がきれいダイビングしたいはこれだけです日本との深い歴史そのつながりまだずっとその愛情つながってそして日本とパラオ日本と台湾大事な大事な関係なんです そのことについてお話をさせていただきますここは台湾です本当になぜ教えてくれないかこれ不思議でたまりませんね日本の素晴らしさですある面では先輩たちが頑張ってきた歴史そしてこの台湾の人々と一緒になっていろんなことをやったその歴史をなぜ教えないのか全く理解できない 日本をこよなく愛してるんです台湾の方々はもうこういう人々がいるかつて日本の一部だったでも日本が大好きでたまらない台湾の皆さんがいらっしゃるそしてパラオの方々がおられるものすごく日本を大事にしてくれます皆さんこういうことを分かると日本の子どもたちが分かってくると誇りが出るじゃないですかそして自信を持てるようになる それではまずは台湾のことからお話をさせていただきますここですこれ台北の有名なお寺なんですけども、まあ、とにかくまあこのお寺だけじゃなくて大体同教系それが多いんですけども,もうこのお寺だけじゃなくてもういろんな寺回ってきたんですけどどこ行っても人がいっぱいですわそしてみんな線香を立てて熱心に拝むんですこの姿は何かいいなと思いますわそしてこれ見てください もうパチッパチッとなんか投げてこう表裏でどうか占いみたいにやってるんですけどそして台湾の人々はとにかくも日本が大好き特に高砂族と言ってたその方々日本が大好きなんですつまり昔から台湾に住んでる台湾の原住民です原住民この原住民という言葉は差別用語ではありません 例えば、アミ族とか、タイヤル族とか、パイワン族、こういう皆さんですよ。この方々が言ってきたんです。先住民族という言葉は、滅び去ってもいないという意味があるから、私たちのことを、原住民と呼んでくださいね、だからこの言葉ですから、この方がもうむちゃくちゃ、日本大好きですよ。そしてお互いが交流するときも、いろんな部族、言葉が違うんです。 交流すすする時日本語で話すんで話んよだから日本語が共通語みたいになってるんですそして日本軍人であったことあるいは日本と共に戦った人々ものすごく誇り高いです今でもプライドがあるんですこのおじいちゃんも日本兵として戦いましたずっとこの話止まりません聞いたら そしてこのじいちゃんは高砂義勇隊その原住民の皆さんの兵隊軍隊があったんですもう野山を駆け回って本当の自然寺ばっかりですから自然が相手なんだ全て知ってるのだからこの高砂族の皆さんにいっぱい助けられたんですよ日本兵はこれ忘れたいかんですよ絶対に。 これ、カレンの田舎町ですけどもね、カレンもいいとこですよ、とっても。で、見てください、これ、そこの村に入ったんです。別に約束して入ったんじゃなくて、もう突然行って、ですねパッと眺めて、あ、この家入ってみようか、みたいな感じで行ったら、おばあちゃん出てきて、日本語ペラペラ、もうペラペラどころじゃない。実は彼女のお父さんが校長先生やってたらしいんですよ。だから、 日本語教育をしっかりとやらんといかんということで子どもの頃ずっと日本語だけを使ってたそうです家庭ではいつも日本語そして大きくなってもずっと兄弟は日本語家族は日本語で暮らしたそうですそのおばあちゃんが出てきて見てあなた沖縄なのうわーと言って琉球人形を持ってきたんですこういうことも起きるんです私の要人遠征 このおじいちゃんもう日本時代のことが懐かしくてたまらないわけですよだから写真も出してこれが私だよ学校こうだったよいろんな説明をしてるでこのおじいちゃんに「人生の中で一番大変だったのは何だった?」って言ったら皆さん驚くことに昭和天皇が亡くなったことだってもうあまりにも悲しくて1週間ぐらい寝込んだそうですわ昭和天皇が崩御されて。 というのはななくる意味ですねこれってどう思われます日本人以上にやっぱり日本人なんですわ昭和天皇が崩御されたもう悲しくて悲しくて立ち上がることもできなかったんだってテイ・セイコウさんです 台湾のお父さんと言われている方です父親は福建省の出身ですけどもお母さんが日本人なんですで、この方日本名も持ってまして福松幸福の福に木の松ですね杉とか竹とかの松ですよ福松さんっていうのだ幼少期少年期までずっと長崎の平戸で成長している そしてお母さんは徹底として侍としてこの帝政府を育ったそしたらもう明時代のもう立派な軍人になったそして台湾にやってきてそしてオランダを追っ払ったりいろんなことをやった方ですよだから台湾の父とまで言われますそして台南南の方です八田裕一先生はものすごく有名です 海南平野を水利事業、水をだーっといっぱい通して、そして大国倉地帯にした、台湾のも神様とまで言われてるんですよ。だから、教科書にも出てきますし、台湾人の多くは、この八田洋一先生、よくご存知です。でも、日本人は分かりません。残念ながら。そして、この方、パイロットゼロ戦の杉浦平総長といいますわ。この方が住民を救った。だから、 神様としてて祀られてるんです彦将軍,の将軍,です将軍そして警察官が神様だったり軍人さんが神様だったりもう日本人の神々がいっぱい台湾にはいらっしゃるんで台湾の方と一緒にいるとですね ほらあの橋も日本が作ってくれたあの道路も日本が作ってくれたあの建物も日本時代にやったんだ日本があったからこそできたんだよってインフラちゃんと整えてくれたのも日本だからその発展は日本のおかげも大きい確かに台湾人のこのバイタリティ努力が一番大きいんですよもちろんところが日本のインフラ整備に対してもありがたいと思っている方が非常に多いですそして教育ですよ 教育はもうもうのすすごいですね有名なのが、六四先生台湾は1895年から約50年間、日本になったんですけども、まだ日本統治の初期の頃ですよ、もう暴動みたいなのが起きて、ですねこの先生方殺せって、もう群衆が攻めてきたの、押しかけてきたの。でも、六子先生たちは動じない。 教教育ととは命懸けででああるるそそういういことを教えた方々それが根本にあるんですだから立派ですよ本当に当時の日本人はそして軍人だった方々は誇り高いさっきも言いましたけどめちゃくちゃ胸を張ってるんです俺たちは戦ったんだみたいな敗れはしたよもちろん負けましたよでも誇りが残ったんです立ン,ンシンという誇りです台湾語です その意味は何か日本精神有名ですよ日本精神が俺たちにはあるというんですそれが日本精神になったわけですこういうことって知っとくべきだと思いませんでもわからないんです日本人はありがたいことですよ神社なんかもこうして復活させてきてるんですよ もう国民と介したけど全部ぶっ潰したこれをまた復活させてるんですパラオ日本が大好きなんですよいや驚くぐらいですそしてやっぱりパラオというと美しい海ですね空も青いけども海の青さももう特別ですうわーっと透き通って見えるんですから海底がだからここにはよく行きますけどももういつもこの海の青さ美しさに心癒されております そして老人たちが集まるデイケアセンターそこに行くとなんと皆さん花札で今でも遊ぶ花札です日本文化です日本時代を知ってるおじいちゃんたちはほとんどもう亡くなりましたおられませんあるいはもう体が動かないそんな状態なんですだからおばあちゃんずっといっぱい話をしてきたんですけどもとにかくたくさんの ご婦人ご老人とお会いさせてもらったそしていろんなことをお話ししたんですとやっぱりみんな日本が大好きでしてねおばあちゃんたちは戦争のことをよく分かってますどんな戦いだったかどれほどの人が死んだかどんなに大変だかよく分かってるんですでも日本兵のことを悪く言う人おられませんよすごかったよってとにかく 日本兵たちは私たちのことをよく考えてくれた乱暴狼藉ほとんどないですはっきり言うんです特にペリリュウ島の方々が日本軍はすごかった日本兵は一生懸命自分たちを守ってくれたってはっきり言ったんでそれも一人二人じゃない何名も同じことを言ったんでだからこそ尊敬してるんです おばあちゃんたちは自分の子供さん、孫さんに対しても日本をずっとつないでるんです。日本人ってすごいよ。日本人のようになりなさい。日本人のようにしっかりしなさいとかよく言うらしい。だからこのパラオではもう日本語の言葉そのまま使っていれこれ今野球やってますでしょ。パラオベースボールと言いませんよ。野球と言いますよ。そういう言葉、日本語。そのままパラオ語で 800以上使ってますよ細かく言うと1,000個近くあるとは言ってますけどもおばあちゃんたちの優しさに心打たれますいつもいつも日本を褒めてくださる「また来るんだよ日本大好きだからね」って「あんたがここに来るだけで嬉しくてたまらないんだパラを大事にしてくださいね」とか言うんです「いやいやとんでもないです」「こちらの方がありがたいですよね」 こちらの方こそありがとうですよ。こんだけ日本を大事にしてくださるんだもん。そしてその思いは子供さん、それからお孫さんにも継いでるんですよ。日本を大事にしなさいよって。立派な国だから日本を愛してちょうだいねって言うんですそして子供たち、お孫さんにも日本の名前をつけるの。 どうか皆さん、パラオを知ってくださいね。これほどまで日本を大切にしてくださるんです。あるご夫人は、パラオの歴史の中で日本時代が一番良かった。そんなことまでおっしゃってくれるの。嬉しいですよ。どうか皆さんがまずパラオを知ってください。パラオと日本の関係をよく分かってくださいね。そしてもちろん台湾。 台湾は間違いなく親日国家です。私たちも台湾を大事にしないといけないです。お願いいたします。ところで皆さん、これ不思議だと思いませんどうして、チャイナと韓国だけのことを教えるのか、あるいは、どうしてこの2つの国だけの情報がどんどん入ってくるのか、なんか変だと思いません どうせなら日本を愛する親日国を教えてくださいよそう思いますそこには何があるかこれは皆さんで勉強してください深い深い意味があるんです日本は悪い国じゃないといけないのかこれは間違いです未来の子供たちのため我が日本国のその子供たちのために日本を愛してくださる人々のことを教えるべきですそして 外国の方がこんなに私たちを大事にしてくれるそれを伝えるべきですするとそれが自信と誇りになるんです自分はそう思ってます皆さんチャンネル登録お願いいたします頑張ります地道にやってまいりますありがとうございました